はい、こんにちは。こんにちは。じゃあ、今回ですね、コンサル生の鎌田くんと山口くん3人で、マレーシアのクアラルンプールに来ていますが、まあ1年ぐらいね、頑張って稼げるようになって、まあ、自由を手に入れた2人なんですけども、まあ、始めたばっかりの方とかで、少し初めて2ヶ月とか3ヶ月とかで、悩んでる方に何かお手伝いはできないかということで、ちょっとね、いろいろ根掘り葉掘り聞いてみたいと思うんですけれども、はい、まあ今回はですね、まあ、情報ですね、まあ、いろんな情報を取りすぎちゃって進んでないっていう人がどうやらちょっといるみたいなので、その辺の解決をしようかなというふうに思うんですけども、例えば、鎌田君と山口さん、1年前ぐらい、はい、本当初心者で、はい、あんまそんなぶっちゃけ稼げてなかったじゃないですか、はい、で今みたいにこう、まあ、1週間近くも海外に来て、はいはい、まあ、会社員だったら休めなかったし、そうですね、はい、でお金も心配だったと思うんですけど、はい、まあ、今となってはね、その1年前が、まあ、懐かしいのかもしれないですけど、はい、その辺どうだったかっていうことを聞きたいんですけど、例えば、うん、初心者の頃ですね、まあ、インプットする情報っていうのをこう絞った方がいいって、まあ、言われてると思うんですけど、はい、その辺どういうふうにしてましたかね、鎌田君。僕はそうですね、まあ、初めは結構 YouTube の動画、いろいろこうビジネスの経営のやつをよく見てて、うん、まあ、その中でこう品川さんの関連でこう出てきて、でそこからもう品川さんにこうコンタクトを取ったっていうか、うんうん、でそこからやっぱ品川さんにもついていこうと、自分の中でもこう話の中で決めて、はい、でそこからはもう何でしょう、他の、情報とかそういうのはこう見ないって自分でこう、うん、決めて、うん、でもう品川さんのものだけはこうずっと、まあ、信じてっていうか、まあ、それもあるんですけども、まあ、こう自分を信じてっていうか、うん、まあ、やっぱ結局最終的には自分を信じてやらないとやっぱりこう、 うまくいかないと思うんですよね。もともとはいろいろ情報集めてたんですか。だからやっぱり結構見てましたね、うんうんうん、そういうなんかこう脱サラしたりとかいろいろなことを考えながらやってたん で、うん、でその中で一つ僕の情報にたどり着いて、はいはい、でこれでやるというふうに決めて、はい、そこから遮断していったってことですか。そうですね、はい、メルマガを解除したりとか、そんな感じですね。あとは見なくなったと、はい、もう見ちゃうとまたなんかこうあっちこっちってこうなっちゃうと思ったんで、うんうん、もう品川さんの動画もすごい僕の中でこうビクってきたので、何回も見るって感じですか。うん、あ、見ますね。もうそうですね、品川さんの動画、他の情報がちょっと入ってきそう、はい、そうな時とかはどうしますか。あえてこう聞かないようにするとか。そうですね、もう 見ないですね、うん、はい、逆にそれを毒だと思ってるってことですかね。そのそう、その情報が悪いとかじゃなくて、はい、混ぜちゃうことが毒っていうことですかね。はい、なんかこう自分の気持ちがこうあっちこっち行っちゃうと思ったんで、うんうんうん、あとは何でしたっけ、品川さんが教えてくれたメル、あ、僕は G メールだったんですけども、G メールなんか分けれるじゃないですか。ああ、メールのフォルダ分けですか、ね。あ、そうです、はい、はい。それやっても品川さんっていうのもちょっと出てくるじゃないですか。そうすると、うん、そうするとそれだけこう余計なとこ見ないで、うん、そこだけこう見たりっていうこと。ああ、なるほど。はい、うん。僕はそう知ってましたね。山口さんどうですかね。はい。僕は今ちょっと稼いでない時を思い出してみたんですけど、うん、その時ってやっぱりいろんな情報、メルマガもそうですし、うん、YouTube の無料情報で。うんうん、まあ、ジャンル問わずですね、情報発信系から物販まで至る、まあ、動画を見て、それ見ることで情報を得れて自分の中でプラスになるんじゃないかっていう勘違いをしてたんですけど、思い返してみると実際利益につながる作業をするっていうよりは、その情報をインプットするとか、あとなんかメルマガを仕分けするみたいな無駄な、そこで時間が1日なんか副業の貴重な休みの1日の半分ぐらいを使っちゃったりとか、うん、そんなことをしてたなと思いまして、うん、で、まあ、ようやく自分の中の決心として品川さんのコンサルを受けさせていただくってなってからは、うん、まあ、スタートダッシュ講座から本当に内容の濃い、情報をいただけたので、もうそこに集中するってことがある時期からできたので、そこからやっぱり利益の額も変わっていったなっていうのは振り返って思います、うんうん、はい、なるほど。結構不安だからこそ、うん、その今やってるやり方で正しいのかなっていうのを不安になるっていう気持ちは分からなくはないですよね。そうですね、うん、はい、で、はい、今やってることにちょっと自信が持てないというか、はい、まだ結果出てない時に、はい、うん、
まあ、他のも儲け話が気になってしまうっていうのは分かると思うんですけど、あの結果を出したいんだったら一つに絞ってやるってことはかなり大事なことですってことですかね。まあ、そうなんですよね。で例えば、まあ、これを聞いてる方があなたが、まあ物販輸入転売でやるとか、決めてる場合はですね、まあ、例えば他のビジネスですね、アフィリエイトとか、仮想通貨とか、まあ、いろいろありますけども、そういうものにこう、ね、気になってしまうともう時間もエネルギーも無駄にしてしまうので、まあ、一つに絞るっていうことで、まあ、メールマガとかもし取ってるんだったらそれは、解除するとか、あとは、まあ、フォルダ分けして見ないようにするとか、そういうふうにしてですね、あと他の教材とかにもこう買ってしまったりとかするとまた気が散ってしまって結局稼げるのが遅くなってしまうんで、もうやるとなったら一つに絞るしかないってことですよね。そうですね、はい、結構なんか今やってるね、僕が言ってることなんかも、まあぶっちゃけ川田さんなんて単純にそれだけやってただけじゃないですか。はい。でそのパワーが本当大事なんですよね。でそれがこれで大丈夫なのかなとかって思って、はい、他の YouTube とかで無料動画とか見て、もう一度ちょっと品川さんと違うこと言ってるんだけどどっちが正しいのかななんて思ったら、はい、終わりじゃないですか。そうですね、はい、別にどっちが正しくいいとかじゃないかもしれないけど、はい、結局自分のエネルギーが半減しちゃいますからね。そうですね、うん、だからまずは情報を遮断して一つに絞って、はい、ビジネスを一つのビジネスにフォーカスすると、自分に自信を持つってことですかね。そうですね、はい、決断した、はい、と、はい、いうことでやっていただければ、必ず結果が出ると思います。よろしいですか。はい、はい、ではありがとうございました。ありがとうございました。